ウルイニムギナウルイニムギナ、または、ウルカギナは、古代メソポタミア、シュメール初期王朝時代のラガシュ第一王朝最後の王。改革を行ったことについての碑文や人類最古の徴兵記録、ウンマ王ルガルザンゲシによるラガシュ征服についての説話など多くの資料が残されていることで重要な王である。近年では、ウルイニムギナと記すものが増加しつつあるが、 ウルカギナ表記を採用している書籍も非常に多い。司令官時代には、ウルカという名であったらしいことが、全王ルガルアンダ時代の妻への報給リストから確認される。ウルイニムギナはもともとラガシュ王国の軍司令官であった。具体的な経緯は明らかとなっていないが、ウルイニムギナはルガルアンダを倒して王位を散脱し、もろもろの改革を実行した。 この改革は弱者救済や役人の腐敗の一層を行ったことが強調され、現代でも注目される。ただし、ルイいに麦ナの大遺産脱とその後の行政改革は、基本的には本来あるべき秩序を回復するための復古的傾向が強いものであったと考えられている。またこの時期に改革が行われた最大の理由は、長年にわたって、 敵対を続けていた隣国運馬のルガルザゲ氏王が勢力を拡大していたことに対応し、王権の強化と防衛体制を整える必要に迫られたからであると言われている。この改革に際して王被社社の出身地であるパルシラ地区との結びつきが強められ、ウルイニムギナはそこから兵力の調達などを行っている。だが、こうした、 改革の努力も虚しくウルイニムギナの治世第5年目には、ルガルザゲシ率いる、ウンマ軍の侵攻を受け、第7年目に、ラガシュは征服されてしまう。ウンマによる、ラガシュ征服について記された碑文が残されており、ウンマによって、ラガシュが略奪され破壊された様子を恨みを込めた文章によって記録している。ウンマ人は、ラガシュ氏を破壊し、ニンギルス神に対し罪を犯した。 その勝利に呪いあれ、その後、ウルイニムギナがどうなったのかは分かっていない。ラガシュ観楽寺に戦死したとも、脱出してサルゴンと結んだとも言われる。ウルイニムギナが改革を行ったことを述べる碑文は、シュメール初期王朝時代の文書の中でも、最も有名なものの一つである。とりわけ注目されるのは、役人の腐敗を求断し、重税を批判し、強者による弱者の搾取を批判した一文であり、 これは現在まで知られている中で弱者救済や貧富の格差といった概念が文書に記された最も古い例の一つである。軍事史的な面からもウルイニムギナの残した文書は大きな意味を持つ。ウルイニムギナの知世代6年に隣接する都市国家ウンマとの戦争に際して167人の青年を徴兵し、8つの文体に分けてそれぞれ小隊長を置いたことが記録されている。 これは現存する最古級の徴兵記録であり、古代メソポタミアの軍事を考える上で重要な意味を持つ。ありがとうございます。